街の明かりがとても綺麗に横浜ガッツブです。今日はですね、カザワハイランドスキー場、ここでなんと今カメラマンしてくれてる、はい、技術戦挑戦何年目、挑戦5年目、若手ホープのねミスターセイ、ミスターセイと一緒にトレーニングしていきたいと思います。お願いします。コースはですね、見ての通りたくさん修学旅行の子たちがね来てるんですが、すごい多分初スキーだと全員鹿児島から来てるらしいんでね、なんでまあこの修学旅行生をねおっと思わせるね滑りを2人でしていきたいと思いますんで、ご覧ください。お願いします。行ってみよう。はい、ということでね、今日は12月6日、雪を求めてカザワハイランドスキー場へやってきました。あ、カザワスノーパークだったかもしれない。カザワスノーパーク、スノーパークですよ。あ、そうだな、カザワスノー、まあ風間です。風間で。で、今年もまだ大きな雪がね、大きな雪でこう量降る雪が降ってないんで、本州の特に中ら辺、新潟、長野あたりから南はすごいシーズンインが遅れてると思います。あったかいです。あったかいですね。雪を見てね、皆さんね。気持ちよくなってください。よろしくお願いします。もうほぼ一般のお客さんはいません。もう修学旅行生。99.7% 修学旅行生でございます。今日前も後ろも全部修学旅行生。はい。そうですね。うん。この時期に。はい。でまあ、これ今雪一生懸命作ってるんで、降雪機で足ギリギリまで吹くんですよね、作るために。なんでちょっとコース的にはパックされたバーンっていうよりも、雪今増やしてますゾーンじゃないです、増やしてますパターンにはなってて、ちょっと柔らかめになってます。雪質は今はちょっと滑ってきたんですけど、なんでちょっとこの柔らかめバーンで、まあロングターン無理だと思うな、ショートターン系のセッションをしていきたいと思います。はい、はい、こちらミスターセイです。ミスターセイです。こんにちは。こんにちは。セイは何歳ですか？今24歳です。お、24歳、はい、ナイス24歳。どこで滑ってますか？いつも戸隠で滑ってます。あ、大体チャンピオンコースですね。チャンピオンコース、あの急斜面でバリバリ滑ってるんですね。はい、なかなかの急斜面で。お、やってます。素晴らしい、はい、何が好きですか？スキー、種目でいいかな。うん、種目なんですかね、コブ好きなんですけど、うん、ちょっと点数出ない。あ、好きで点数出ない。好きで点数出ない、一番悲しいやつです。そう、得意だと思ってるけど点数出ない。あー、それはねもう残念です。逆もあるけど、逆、うわ失敗したと思って点数出るパターンもある。あんままだそれ感じてない。あー、それはそうなれるよ、ね、うん、頑張りましょう。はい、成長はどうなの？成長は、うん、ショートの方が点数出る。ショートの方が点数出る。ロングは？ロングは、うん、まあ普通ぐらい。あ、そんなに。ちなみに県予選は何位？県予選は、うん、去年3番。お、じゃあ今年2番になれるように頑張って。今年2番、うん。で、来年3番。来年は優勝。あ、優勝か。そうそう、ごめん。落ちちゃった。優勝できるようにね。頑張っていきましょう。さあ、ゲレンデはどういう状態になってるかドキドキですが、ピー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 、はい、皆さん今日初スキーなのにもう山に向かってスケーティングとか、この高度なテクニック使ってますからね。これあの子とかすごい上手、すごい上手。リフトも一人で乗れる、素晴らしい。ということで、ね、今回は火山で滑り倒すっていう動画です。よろしくお願いします。はい、それではね、このちょっともう夕方のザクザクな斜面行ってみたいと思いますんで、まあミドル、あ、ショートかな、ショート系で のんびりっていうか、こう丁寧な感じで行きます。黙ったな今、丁寧な感じで行きたいと思います。それではよろしくお願いします、はい、丁寧な感じで、そんな、ウェイ。ああ、どうでした？いや、俺の足が終わりそうです。ジンバル聞いた？ジンバルは、うん、頑張ります。ジンバル頑張った。頑張るになった。頑張る。頑張るで。あ、わかりました。じゃあね、こっからちょっと緩斜面なんで、カービング系で行きたいと思います。
はい、結構ザクザクなんですけどね、バランス取りながらしっかり滑っていけるとうまく滑れます。はい、これは難しいよ。いや、難しそうですね。やってみますか。いきましょう。はい、はい、はい、それではね、営業職のミスターセイ、技術職が、技術職、来年技術職OK に今から滑っていただきたいと思います。はい、こちらあのおいどりのジンバルはガンバルでいきますんで、ガンバルで、はい、お願いします。さっきぐらいのスピードでお願いしますね。さっきぐらいの丁寧な、うん、丁寧な感じで、はい、はい、OK。 いや、俺の踏ん張るが足りんかった。踏ん張るが踏ん張る、いや、マジで踏ん張るですよ。踏ん張るが足りずにこうガタ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 になっちゃった。いや、結構厳しい、この斜面は。やばいね。踏ん張るが必要です、うん、あの、見た感じ、あれだね、テールを回そうとちょっとしすぎちゃうかな。あ、うん、だから、なんだろう、エッジちょっと立てて、そのスキーに乗り込むっていうイメージ。ちょっとそこでやってみて。乗り込む、上から乗り込む。そう、パラレルで、パラレルにして乗り込む。それで動いてくると一番いいかな、うん、今のはこういう感じ。そう、今ちょっと足がテールが逃げちゃったから、スキーってもうほぼほぼがイレギュラーの連続になるから、バランスが取れる位置で滑り続けるっていうのが大事、はい、だからこうね、そう足がちょっと曲がってくる、体重が乗ってくるっていう動きでカーブがかけるとすごくいいと思う。わかりました。じゃあそこを意識してもう一回行ってみようか。はい、さあミスターセイです。体重乗せて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 、 OK。 ミスターセイどうだった？さっきよりかは、うん、乗った。おお、よかったよかった。そうあれがより安定してくるともっと簡単になってくるかな。うん、そう、さっきも言ったけども、スキーはイレギュラーとリカバリーがすごく多いから、いいポジションで滑るっていうのがポイントで、いいポジションっていうのも低速は結構簡単にできるけど、高速になるとすごく難しくなってくる、バランス取るのが、うん、イレギュラーめっちゃ苦手です。そう、イレギュラー得意にならないと全日本で戦えない。そう、綺麗な硬いところが大好き。そう、今年は全日本が一周遅いんでね、多分雪も一周違った雪になってくるです、うん、苦手な雪。うん、頑張れ。なんで頑張ってください。ザクザクの雪を。 OK。 ミスターセイのカツペディアの情報を、カツペディアの情報、そう、カツペディアに載せる情報ね、今カツペディアに載せる情報はカツペディアナンバー3。ナンバー3、ナンバー3なんだ、ミスターセイが。あ、俺がナンバー3、うん、そう名前はミスターセイ。ミスターセイ、身長170cm。 おお、体重68ぐらい。結構あるね。ちょっとあるかもしれない。筋肉だ、筋肉、うん、それ頑張ります。あ、すごい。あとは大学の部活、大学から信州大学のスキー部。おお、ナイス。基礎スキー部。おお、岩竹で3連覇。何連覇中だ、ちょっとコロナって分かんなくなっちゃった。おっ、すごいね。3連覇、すごいすごい。個人戦何連覇？個人戦は何連覇？個人戦連覇してない。してない、してないですね。あんまりしてない。あんまりしてないか、うん、高校は部活？高校スキー部。おっ、競技スキー部。競技スキー部。インターハイ何連覇？インターハイも連覇できない。連覇できない。連覇できない。そうかインターハイは出た。出ました。ナイス。中学校？中学校野球部です。おっ、ポジションは？ポジションはレフトが多かった、うん、お、レフトを探しの皆さん、レフトやります。レフトすぐやりに行きます。すぐやりに行きます。打順は？打順5番が多かったと。お、結構打つな。5番、結構あんま打てなかった。あんま打たない5番。あんま記憶ないけど、うん、けど、うん、レフトで5番だった。おー、ナイス。レフト5番。おー、これはもうみんな欲しいね、レフトの5番。右打ち、右投げ。おー、いいね。レフトの、レフトが空いてたらいいですよ、ね、レフトを探して。センターでもいいよね。けどガイアだったら全とキャッチャーはできないです。
ヘッドキャッチャーできません。ピッチャー、ピッチャーもできない。だいたいできない。だいたいできない。ピッチャーも中学校1年生の時にやって、うんうんうん、もうそこからやらなくなった。ああ、やっぱ外野の方が楽しい。外野楽しい。楽。楽？楽してた。そうか。じゃあ小学校の部活。部活あるか。習い事、水泳。うん、おお。4泳法できます。ナイス。水泳は、うんうん、ずっと水泳部の次に早かったぐらい。うん、おお、一緒ぐらいだ俺と。俺もあのヒーロースイミングスクールか通ってたから。スキーを初めて履いた日。うん。5歳なんだ。あ、5歳ぐらいなんだ。多分あのパンダスキー。パンダスキー。パンダスキー。そう。そうね。が5歳って言われてた気がする。おお、5歳。でちなみに何歳までやりますか。スキーはもうずっとやります。技術戦はいつまでか分かんないけど、スキーは多分ずっとやってます。50歳まだ足が動くまでは。スキーできなくなったら僕はそば打つって決めてるんで。できなくなってからはもうそば打てるパワーがないかも。いや、あのスキーできなくなったらもう次の趣味はもうそば打ちって思います。決めてる。先にやんないの。スキーとそばはダメだ。共存できない。全然いいです。いいの。スキーできなくなったら、うん、僕はそば打ちをします。わかりました。それではね、皆さんね、ミスターセイ応援してくださいね。はい、セイセイよろしくお願いします。はい、はい、ということでね、カザ滑り倒したわけなんですが、今日はこの辺の地域的にものすっごい冷える地域なはずなのに、むちゃくちゃ暖かかったんですよ。うん、なんでね、ちょっと雪がそういう感じにはなったんですが、今の時期で言ったら一番茶とかあるんじゃないかな。気温がハマった時はぜひここでトレーニングするといいかなと思います。多分ここはレーシングかな。レーシングの人がよく練習してるんで、甲冑部見てるおかしなレーサーの皆さん、ぜひねここでね練習をするとね速くなるような気がします。ものすごい寒いんでカイロは持ってきた方がいいと思います。ということで今日はミスターセイとね、滑り倒したわけですが、意外とこういう雪って足にくるしますね。疲れましたね。疲れました、はい、なんでね、またミスターセイシリーズ上げていきたいと思いますんでね、皆さん僕の応援の次ぐらいに、次はダメだ、ミスター T がいるから。あ、ミスター T が来てミスターセイだから3番目ぐらいにね応援してください。 あ、ご苦労さん。3番目にお願いします。はい。